はい、川島市の皆さん、こんにちは。大きなマイクでお騒がせいたします。私は参政党の参議院議員代表を務めています、神谷総平です。よろしくお願いします。今日はここに立っていらっしゃる鹿児島市議会議員候補の大原洋さんの応援にやってまいりました。大原さんはどんな人かというと、鹿児島市で生まれ育って鹿児島大学を出て、鹿児島大学大学院に出て学校の先生をずっとされていた方ですね。年齢は55歳です。今は松本というところで、工芸学校をしながら、農業をやりながらですね、暮らしておられる、そういう女性なんですね。彼女は学校の先生でした、私が出会った時は。それがやっぱり今の学校教育に対していろいろ矛盾を感じて、本当にこのままでいいのかな、初めての時はそうおっしゃってました。現場ちょっとしんどいですと、辛いですとおっしゃってました。で、やっぱりそういった自分の気持ちにね、こう正直に行きたい。だから子供たちの寺小屋を作ったり、自然に触れて農業をやったり、そういうことをやりたいんですとおっしゃってました。そしたら次会った時は、先生辞めたんですというふうにおっしゃってました。あ、そうかと、決断されたんだなと思っていましたら、次会った時は、私選挙に出ますというふうにおっしゃってくださいました。大原洋さんは自分で選挙に出たいと言った人ではありません。私たち参政党がこの人口60万人もいる鹿児島市で一人も候補出せなかったら、参政党の思いや声が届かない。で、我々が一番訴えているのは教育なんですよ。教育の政策を一番に訴えているのは参政党だけだと思います。私も実は高校の先生をしていたことがあります。そして今も5歳と2歳の子供がいます。我が子として本当に教育が大切だということを心から思っている、そういう代表ですし、そして参政党の政策も一番は教育なんです。そしてその教育の政策を訴えるために、元学校の先生で教育現場のことをよく分かっている大原洋さんに今回党から出馬をお願いしてここに立っていただいているという、そういう状況です。そして皆さんご存知のように今日選挙最終日です。今回の鹿児島の市議会議員選挙、45の定数に対してなんと61人も立候補されています。参政党ができたせいか、我々が挑戦する選挙はいつも人がいっぱい出ます。いいことですよね。でもね、たくさん候補者が出るっていいことですよね。だってもう何気がない自治体もいるわけですよ。定数割れてるところもある中で、やはりこれだけね、たくさんの方が立候補されるということは、まず皆さんに選択肢があるから、ね、選択肢がないと困るじゃないですか、ね、参政党も皆さんに一つの選択肢を提供したいわけです。今日本にある国政政党というのは10個ぐらいしかないですね。10あります。そのうちの一つが参政党です。一番新しい国政政党、参政党、一番大きな政党が参政党です。今元参政党の人が通りました。彼は参政党の候補ではありませんから、皆さん、参政党の候補は大原洋一人です。なんで我々が政党まで作ったか、まあ、作ろうと言い出したのは私なんですけど、それはね、私ももともと自民党にいたんですよ。自民党で国会議員の候補を一回やらせてもらったことがあるんですけれども、今政治の金の問題とか言ってますけど、あんなの今始まったことじゃなくて昔からです。そして自民党で言えないことがいろいろあるわけですよ。お金のこともそうだけど、どっかの宗教団体って組んでますね。だからそういうことも言えないですね。それからもっと一番私が言いたいと思って言えなかったことは、自民党が戦後の日本政治を作ってきたんですよ。それを変えるってできないじゃないですか。皆さん、戦後の統治ってもう終わったと思いますか。我々1945年に負けましたよね。8月終戦しました。そしてその後 GHQ やってきましたね。 GHQ は1952年までいたんですよ。じゃあ52年に出てって、それで日本は独立したんですかというと、実際は独立できてません。だって、ね、日米安保条約あるじゃないですか。地位協定あるじゃないですか。いまだに日本の国防は米軍が担ってるじゃないですか。こういった中でどうやって日本人の主張を通すんですか。
何か要求をしたら、ね、言うこと聞かないと出てくぞ、ね、言うこと聞かないとインフラ止めるぞって言われたら抵抗できますか。それをずっと、ね、変える変えると言ってたけども変えずにもう80年も続けてるのは自民党だからですよ。私も自民党にずっと入れてました。人が入ってたぐらいだから、ね、昔はね自民党の中にもう気概のある先生いたわけですよ。これはおかしいと。だから我々は政権与党でこれを変えるんだというふうにおっしゃってたし、いやいつか変えてくれるだろうなと思いましたよ。私ももう17年この世界にいるから、政治の世界にいるから。けれども17年見てきてよくよく分かったことはもう変える気がないんだなということです。これね、国政の話を聞いてるように思うかもしれません。違いませんよ。ちゃんと鹿児島市までつながってきますから、ね、ちょっと国政聞いてみてください。変える気がもうなくなっちゃったわけですよ。特に安倍晋三さんという人が、ね、相方たちが殺されてから本当におとなしくなった。今も総理がアメリカにいられてましたけども、現在はねもう全然日本の主張ないじゃないですか。協力します、貢献しますって言うけど、あれは私には貢献しますじゃなくて、皆さんアメリカの言うこと聞きますにしか聞こえないわけですよ。で、だからもう国のリーダーたちがそうなってしまっていたら、ね、国民はどうすればいいんですか。もう言いなりなんですか。教育どうすればいいんですか。子供たち言いなりなんですか。さっき大原さんがずっと経済の話もされてましたね。賃金が自分の所任のところと上がってないって、本当にそうじゃないですか。30年賃金上がるところが下がってて、上がってるのは社会保険料だけ、社会保険料とか税金だけが上がってるわけですよ、ね、それずっとやってきたの自民党公明党ですからね。で、20年ぐらい前に自民党ぶっ壊すって人が出てきて、ね、確かに自民党の形はちょっと変わったけれども、その時に彼自民党を削って何やりました。郵政民営化とかやりましたよ。それで国民のお金は増えたんですか。国民の、ね、富は守れたんですか。全然守れてない。むしろ外国にどんどん流れています。だってね、この30年見て日本経済ダメだと思うじゃないですか。だって賃金上がってないから。けれどもね、実際日本企業の売り上げはいっぱい出てるわけですよ。配当は7倍ぐらいになってますから。内部留保も500兆600兆内規を持ってますからね。実質の利益も上がってるわけですよ。でも上がってないの賃金だけ。じゃあこの7倍に増えた配当はどこに行ったんですか。日本経済成長してない、日本人の賃金は上がってない、でも企業の配当は7倍になってるんですよ。7倍になったらお前どこに行ったの。外国に流れてるんですよ。外国人の投資家に流れてるんですよ。今も現在ね、株価過去最高4万円超えてると騒いでますけど、皆さんお金増えた感覚ありますか。あの株式の取引やってるの誰です。7割外国人ですよ。今の株式回してるの7割外国人だから、売買したりして儲けてると外国人なんですよ。でさらにね、総理がインベストインキしたとか言っちゃうから、またもっと外資が入ってくるんですよ。これから外資だけじゃないですよ。もう子供がどんどん減っていくから、毎年75万人しか生まれなくて150万人以上死ぬから、毎年80万人以上人口減っていくんですよ。佐賀県が毎年なくなるんですよ。佐賀県の人口80万人だから、毎年佐賀県の人口なくなるわけ。鹿児島県も 2,3 年でなくなるわけですよ。そんな現象の中で今やろうとしていることは、もう日本経済がダメだから外国の資本でって言ってる。日本人が足りないから外国人に働いてもらおうと言っている、ね、でもね、これ皆さん仕方がないことなんですか。本当に仕方がないんですか。30年かかってずっとやられてるんですよ、ね、人口が減るのも分かっていた。でも全然手を打たなかった。経済も、ね、売上上がってるのに日本人に配当が来ない、おかしいじゃないですか、ね、で今一番お金が出てると何ですか。目立つところで今日本人が一番お金かけ使わされてるのは医療費ですよ。医療費と薬代合わせて45兆、で国家予算の半分ぐらい薬代と病院の費用に使っている。こんな国ね、日本ぐらいですよ。日本と韓国ぐらいですよ。こんな医療費使わされてるの、ね、その次にどんなことお金使ってるか呆れますよ、ね、
脱炭素政策ですよ。脱炭素、国防費よりも脱炭素にお金使います。我が国は何やるんですか。電気自動車の推進、メガソーラー、風力、やめましょう。こんなことは鹿児島市でもこの間ソーラーパネルが燃えてましたね。鹿児島県内でもね、あんなの手つけられないわけですよ。燃え始めたら巨大なゴミが出来上がりますね。なんであんなことしてるんですか。九州は原発もまだあるから電気余ってますよ。なんで余ってんのに鹿児島にも阿蘇山にもメガソーラー敷き詰めるんですか。電気足りないとこがやるならわかるけど、なんで電気余ってるとこにわざわざ再エネだっつってお金かけてやるんですか。それが投資になってるからですよ。投資してるの誰ですか。多くの外国人ですよ。そういう人たちが投資して儲けるわけで、これ私国会で言ってるから皆さんも覚えておいてください。もうアメリカでもヨーロッパでもそういった環境投資、 ESG 投資って言うんですけど、そういうのはやめようってなってるわけです。採算が合わないからね。もう世界中の投資会社もそれやらないって手を引くって言ってる。でも日本ではまだやるっつってんですよ。いつもこれですよ。全部これコロナのパンデミックの注射も世界はもうあんまり打たないようにしてるのに、ずっとこの間まで日本を続けたわけですよ。 で今日東京でね、あの前代表の松田さんたち参加してそういったねパンデミック条約の反対の講演会とかもやってますよね。こういったことも全部特定の人たちの利益につながるんじゃないですかね。メガソーラーとか風力発電やって国民得してるんですか。再エネ賦課金取られてるだけですよ。自然破壊されてるだけですよ。なんで行政それ止めないの。鹿児島市でもそのうちやりませんか、そういうことね。そういうの止めた方がよくないですか。私に何か流行り病がやってきた時に明確な根拠もなくね、WHO がパンデミックだって言ったからまたパンデミックだって言ってみんなでマスクとか注射強制されるんですか。それをつけてないと、打ってないと歩けないような、会社にも行けないような、そんな強制活動されていいんですか。ね、そんなの嫌でしょ。そういった時にちゃんとおかしいとか嫌だって言ってくれる議員が皆さんの町に必要じゃないんですか。それをやるのが大原洋ですよ。ね、大原さんは遅いしね、普段温厚だけど、でもね、軸はしっかりしてるんですよ。教育現場でも言われたそうです。そこはしっかりしてるねっつって、ね、確かにそうです。お話してても分かりますよ。触れないからね、触れる人やめちゃったから。だから触れない大原洋が参政党の主張を触れずに必ず議会で訴えてくれると思います。皆さんイメージしてください。45人に委員がいても多く自民党とか公明党とか取るでしょ。彼らが再エネとか注射に反対してくれますか。絶対しない。こっちがどれだけ証拠を出してどれだけダメだって言っても全然反対してくれないんですよ。通りが通らないんですよ。数字見てくれないんですよ、ね、でも一定数以上の国民は気づいてるじゃないですか、おかしいって。でもそれを議会という場所 で自分の、ね、全てをかけて政治生命かけてノーって言える人がいるかいないかで議会の空気変わりますよ。45分の1って結構大きいですよ、ね、それを作るか作らないかです、ね、自分が議員になりたい人、意見が欲しい人っていうのは次の選挙のためにこれ通りやすいなと思ったらコロコロ政党を変えていって主張も変えます。そんなの5万と見てきた。あとこれに弱い人はこれ積まれたら黙っちゃいます、ね、これあんたにこの利権あげるからねみたいなこと言われたらもう昨日まで反対って言ってた人がですね、賛成になってんじゃんってなってるわけ。え、もうねそんなのいっぱい見てきた。それが政治の世界です、残念ながら。でもそういう風にやらないのが大原よ。そういう風に人を変えないのが賛成党ですよ。鹿児島市にそういうぶれない一つの代々の軸を作る、そのために大原洋さんがここに立ってるわけです。そのために私も今日来てるわけです。来てるのは私だけじゃありません、ね、さっきの福岡の新海市議会議員、福岡市のね、熊本の高市都議員はじめ、ね、熊本の町議会議員、ね、
C さんも来てますね。南九州市鹿児島です。竹山からも来てますね。それから大村からも来てます。水俣からも来てますね。もう九州一円からみんなで集まってるわけですよ。参政党ってそういう政党なんです。別に党が動員立てたわけじゃありません。議員がね、九州一円に必要だと思ってるわけですよ。再エネの問題って鹿児島市だけで完結しないから、鹿児島県、熊本県、ね、南だったら宮崎県、そういったところにちゃんと参政党の議員が行ってくれて、で各議会でちゃんと声を上げる。そして例えば鹿児島市で一つこういうのは通せた、こういうのは、ね、政策変えられたってなったら、それをまたみんなでコピーするように実践して、熊本市でも宮崎市でもやっていくわけですよ。鹿児島市が鹿児島の中心だから、ね、その鹿児島市に1議席あるっていうことは南九州の政治全体に影響を与えられる可能性があるんです。そんなこと言ったら、そのこと怒られるかもしれないけど、自民党の議員が1人増えようが減ろうが、そんな体制には影響はない。ね、だっていっぱいいらっしゃるから。でも、参政党の議員が0から1になるって大きいんですよ。農業やりたかったのに、子供たちの寺子やりたかったのに、ね、みんなのために立ってくれたわけですよ。その人を絶対落とすわけにはいかないんですよ。その人には絶対、ね、議場の中入っていっていただいて、みんなの声を代弁してもらわなきゃ、ね、でもね、今私反対することばっかり言いましたよね。メガソーラーとかそんな話をしました。もちろんそういうのも大事、ノーっていうことも大事だけど、そんな反対反対って言ってたら、ね、どっかの確かな野党になっちゃうから、それだけじゃダメですよね。ちゃんと賛成と大原は提案をします。それは教育です。やっぱり教育です。私たちが共有している思いは、とにかく子どもたちに日本人としての誇り、国民意識をちゃんと持ってもらおう、鹿児島県民としての誇りを持ってもらおうです。これが今一番で、勉強ができるできないとかよりも、日本人なんだ、鹿児島県民なんだ、ね、そういう意識を強く持つことが大事なんです。それがないと勉強ばっかりさせてたら鹿児島出てっちゃいますよ、ね、でそうで鹿児島出てて東京行って外資系とかで働いちゃったら、おいおいおいと、それ本当にね、地域のためになってますかって話ですよ。皆さんが一生懸命お子さんね、生まれたママさん育て、みんなで一緒に育てて、ね、期待して、でも結局鹿児島からいなくなっちゃって、で働いて外資で働いちゃったら、なんだかんだ利益は外国行っちゃうわけだから、最終的にはね、悲しいじゃないですか。でそれは外資の方が儲かりますから、別に外資で働くことを全部否定はしないけれども、個人にはね、お金入った方がそれはいいんで、けれども本当にみんながそれでやったら、日本どん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 貧しくなっちゃう、どん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 鹿児島の人口が減っちゃう。そうじゃなくて、ね、自分は鹿児島で生まれた、鹿児島市で生まれた、ね、ここにアイデンティティがある、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんのお墓もある、ね、みんなでこの地域を守ってきて、今自分がこの、ね、命のバトンを受け取っているんだということをまず強く認識してもらうことですよ、ね、だから自分の存在に価値が生まれるじゃないですか、ね、自分が好きになれるじゃないですか。そういう自分に対する自信とか愛情とか、そういうのを、ね、ちゃんと与えておかないと、本当に今の子たち自分が嫌いになってますから、日本人であることはダメなことのように思っていますから。違う、ね、日本人で生まれたことはラッキーです。鹿児島に生まれたことはラッキーだった。みんなの愛情を受けてね、自分は価値のある人間なんだということを言う一番、そこからですよ。それがまず子供の小さいうちにしっかりと心に刻まれること。参政党がやってる教育はそういうことなんです。で、そこに感謝とか自信が生まれたら、じゃあこう大事な命や体を使って何しようかなって考えるじゃないですか。そういう気持ちになったときに、歴史とか国際情勢を教えればいいんですよ。鹿児島なんかいいですよ、歴史がいっぱいあるから。しかも幕末なんか日本を動かしてますからね、鹿児島の人たちが。すごい誇れるじゃないですか。先ほどのね、鹿児島の地域で島津斉彬の話をしてきたわけです。なんで西郷さんが全部できたのかっていうのは、島津斉彬の子がいたからなんですよ。で島津斉彬の子がなんであれだけ聡明だったかっていうと、おじいちゃんがもうめちゃめちゃの学者ぐらい物事を調べたからです。例えばね、2代目の前の藩士ですけど、そういう学問なんですよ。で、そういった学問の基盤もちょっと100年、200年遡れば、鹿児島には掘れば資料がいくらでも出てくる。で、掘れば、ね、
沖縄での密貿易なんか大したもんですよ、まだね、薩摩藩の。ね、ちゃんと国際情勢分かってるからやるわけですよ。幕府を出し抜けるわけですよ。ね、今の政府を出し抜けとは言わないけれども。けれども、そういった歴史とか国際情勢とか、そういったことをちゃんと教えられてください。学校のテストに大事なのは、自分たちの先人が何をやってきたかということと、これから世界がどうなっていくだろうかということですよ。この2つが分かってないと、そもそもどう生きていけばいいか分かんないから、ね、何にも分からないままいい学校行っていい会社入ったって、ね、資本家の、ね、言われるままに働かせるだけですよ、ね、せっかくだから、まあ、話は戻りますけど、さっきの一番が大事なわけですよ。自分は何のために生まれてきたのかとか、なぜ鹿児島なのか、なぜ日本人なのかっていうことをしっかり考える。その中での自分の生まれてきた意味とか使命とか天命とか、そういうことをね、しっかりと理解をし、で、政治や世界情勢を見ながら、これからはこうだというふうに自分で確認するわけですよね。その上で、ね、自分の思想哲学を持ってどう生きるかっていうのを決めるわけですよ。で、だから鹿児島だからっていうわけじゃないんですけど、私他の地域を出してもらってますけど、私西郷さんとか大好きなわけですよ。何週も行くとか何回も読んでるわけですよ。辛くなったら読むわけですよ。だって西郷さん、私も結構辛い思いしてますけど、現代人といくらい現代人にしては。でも西郷さんから比べたら大したことない。私島流しもされてませんね、今のところ。これからどうなるか分かんないけどね、檻にいられてね、雨風をね、しのげないようなね、柵の中で暮らす生徒が言われてないですよね。でも西郷さんはああいった中でもね、佐藤一切の原子力が持ってて呼んで、やっぱり自分はどうだったかな、やってきたの間違ってなかったかなと確認した中で自分の哲学作られたわけでしょ、ね、でそれに基づいて政治やって、晩年はそれを自分たちが戦った相手の将来派の人とかにちゃんと語ったわけですよ。そしたら本来敵だった、ね、将来の人たちも、ね、薩摩憎しだったのに、西郷さんの話を聞くうちに、あ、そうだなと、薩摩とか将来とかそんなちっちゃいスケールで喧嘩しなきゃいけなかったんだなと、もっと大きな視点でこれからは日本というものを一つの、ね、チームとして捉えて国づくりやっていかないとダメなんだというふうに本当に心を入れ替えて、で感謝して何章一本まとめられたわけですよね。西郷さんが書いたわけじゃないですからね。敵だった町内藩の人たちが西郷さんの思いや哲学に触れてあれをまとめたわけですからね。そういうことをこれ今の現代もやらないといけないわけですよ、ね。西郷さんの言葉で敬天愛人ってありますよね。天を敬い人を愛すと、ね、これ教育に一番大事なことだと私思ってるんですよ、ね、それね、鹿児島の人たちすごく言いやすいじゃないですか、子供たちに。昔ね、西郷さん、ね、瀬尾堂がいて敬天愛人って言葉言ったよと。解釈はいろいろあると思うんですけど、いろんな教え方したらいいと思います。私はね、天を敬うというのはさっきも言ったように、神様みたいな存在がいらっしゃるとしたら、その人たちが何を望んでおられるかって考えるっていうことですよ。だからみんなが幸せに豊かに暮らすことを望んでおられるに決まってるじゃないですか。そしたら、ね、神様がでもできないんですよ、そういうことは。望んでおられてもできない。だって神様は体ないし見えないし、ね、じゃあ神様が望んでおられることをできるのは誰ですかって、私たちなんですよ。私たちは体があるから、三次元の体があるからできるんですね。天を敬うならば、で神様お願いって言うんじゃなくて、神様はこれを考えておられるはずだから、じゃあその思いを移りして我々がやることをやろうとしてる、ね、で愛人、人を愛す、一番愛すべきは自分ですよ。自分の存在や生まれた意義や自分の家族や地域をまず愛するということですよ、ね、で自分を愛し、そして自分の周りの人、まずは我々日本人だから日本人の生活や暮らしを豊かにし、そしてできることなら国際貢献していくってことですよね。そうだから敬天愛人のたった4文字で我々政治家とか日本人がやらないといけないことってある程度も評価できるわけですよ。それを軸にした教育をやるんです。日本人を作るんです。数だけ増えたらダメです。外国人に来てもらって数だけ維持したってそれはもう日本じゃない。日本は日本人の国です、ね。Thank you.
グローバリストの外国人が来てこう言ってました。日本に来た時に、なんだよと、日本には日本人しかいないじゃないかと言ってました。日本人しかいないじゃないかと。で、外国行けばいろんな人種がいるのになんでここは日本人しかいないんだと言ってましたけれども、それが日本なんです。それは決してね、ずっと大陸民族だったわけじゃないんですよ。我々はずっと外国人を受け入れてきたんですよ。奈良時代なんてね、たくさんの人を受け入れたし、その後もアラブの人も来てるし、中東で、ね、一緒か、で、欧米人も黒人も来てますよ。信長の方が黒人何十人も来てるからね。で、そういう人たちをちょっとずつちょっとずつ受け入れていきながら、一緒に日本人というこの大和民族を作ってきたわけですよね。だから我々の DNA の中には、ね、世界中の人たちの DNA が入ってます。ね、我々調和って言ってるんですけど、それってそういうことなんですよ。みんなで協力しながら一つのチームを作りましょうです。でもそれにはちゃんと教育が大事 で、やはり日本人とは何ぞやという価値観を共有しないと。で、日本語を共有してないと。日本語を喋ることで我々の感性って生まれるから。日本語って私が初めてじゃないですよね。で、自分が自分がじゃないんですよ。で、何をしたい人も最後に来るんですよ。英語なんかは私が一番に来て、私はこれしたいから始まるわけですよ。で、後に文が続くんだけど、日本人は違う。まず私の主語を使わない。そしていろいろ言った後に最後に押したいって言うんですよ。これがね、日本人のね、国民性ね。それは交渉には弱いかもしれない。アングロサクソンとか比べたら弱いかもしれないけれどね、これだけね、弱肉強食で世界中で未だに競争したり奪い合ったりね、潰し合いやったりしてる中にあって、いやもういいだけやめようよと。そういうことはもうちょっとね、人間同士が助け合ってね、自分のエゴとか利益だけじゃなくてね、ちゃんと人のことも考えながら一緒にやりませんかという、そういうことが世界に対して言えるのが日本なんですよ。でもこれをね、ちゃんと政治家が国際舞台に言おうと思ったら、日本国民がそういう風になってくれてないと。言うべきことは言う、ね、言うべきことは言うけど、でもそれは自分たちだけのメリットじゃない、日本だけのメリットじゃなくて、ね、地球が、もしくは人類が、これだってやっていけるよねっていうふうに言えるような、そういう思想とか哲学を我々は取り戻す必要があります。だからね、戦争に1回負けたからといって外国の言いなりになってるのは政治家ダメなんですよ。私はこの国会で言います。で、勇気を持って言います。だから大原さんには鹿児島の市議会でそれを言ってもらってください。で、そういう議員が地方に今140人ぐらいだけども、200人、300人、400人、500人と増えてくるやつで民意が変わってくるんですよ。で、本当はみんな言いたいはずなんですよ。言いなりなんかならないで、で、自分たちの国のことを最優先にやってくれと、自国の国民を最優先にやってくれって本当は言いたいけども、言うといろいろ圧力かかったり、で、邪魔されたりする。で、けどもそれ言わなかったらもう我々指くわえて自利品になっていくだけだから、嫌じゃないですかそんなのね。だから勇気を出すんですね。鹿児島もね、やはり自民党とか強いと思いますよね。だから参政党なんかっていうとあれだけど、参政党みたいな新しい党を応援してたら、なんだお前というふうに圧力かかると思いますよ。でもね、そんな圧力に負けてたらね、国際社会の中で日本人の声なんか上げられないし、ずっと長いものに巻かれて周り見ながら言っていくことになるじゃないですか。お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんがそんな言い方をずっと続けていたら、子供たちはどこで勇気出すんですかね。おかしいものはやっぱりおかしい、そして変えなきゃいけないものは変えよう、そういうことをですね、勇気を持って我々賛成とは言います。でも我々にこの場所や権限を与えていただくのは皆さんなんですよ。皆さんが少しずつでいいから、ちょっと今までと違う行動をしてもらったり、ちょっと勇気を出してもらうことによって、その思いや力が全部今回やったら大原さんに集まって、それで大原さんが発言できるわけですよ、ね、大原さんが発言してくれる、高井さんが発言してくれる、お子さんが発言してくれる、はい、なんとね、申し訳ございません。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張りましょう。みんながちょっとずつそうやって声を上げてくる。
会議員の私が国会議員と戦えるわけですよ。だから皆さん一人一人の小さな勇気が大原さんに集まって、大原さんが議員になって議会で頑張ってもらう、それが集まって国会議員である私の勇気になる、そして参政党の国会議員が一人二人増えていく、そういうところからしか日本は変わらないと思う。そういうところからしか私の人は変わらないと思う。だからこの選挙って大事なんです皆さん、ね、半分ぐらいしか選挙に行ってくれてないけど、ね、それも変えましょうよ。で、選挙になったらみんながワクワクするような、そういう文化を作りましょうよ。みんなで、おまた選挙だぜって、日本を変える、鹿児島を変えるチャンスだぜというふうにみんなが思えるような、ね、それを作るのはやっぱり政党の仕事、政治家の仕事ですよ。だからね、こうやって見ている人もあったらうるせえなと思ってるわけですよ、ね、多くの人は、まあ、しょうがない、ね、けどもそうじゃなくて、また選挙かと、参政党じゃないかと、自民党じゃないかと、ね、あいつら頑張ってんなと、あいつはダメだなと、ね、そういう評価を皆さんがちゃんとしてもらって、もうよくちょっと聞いてやろうかと、ね、俺たちの声を伝えてやろうかと、そういうふうに思ってもらえるような政治を私たちは作りたい、ね、まず鹿児島でその受け皿を絶対作らないといけないんで、大原ように皆さんの一票必ず入れてください。しかもさっきも当然も言いました、ビリケツとかじゃダメなんです。より早く帰るにはね、やっぱり皆さんの思い乗せていただいて、真ん中より上でしっかり通してください、ね、そして次の活動につながるようにね、広めてください、ね、同じような色使ってやってるのもいるから紛らわしい、でも参政党の候補者は大原陽しかいません、ね、だから参政党のやり方、思い、そういうのがいいなと思っていただける方は迷いなく大原陽です。大原陽、大原陽に皆さんの一票、そして皆さんの周りの方の票も皆さんが集めてきてください。残り時間はあと12時間半です。あ、もう12時半だと間違えました、11時間半です、11時間半、あと11、あ、私の新幹線ですか、もう少しだいぶ長く喋ってますけど、あと11時間半しかない、ね、だからもう明日だったら言えないから、今日せっかくこれだけの方がね、場所を変えたりとかたくさん集まってくださって、こうやって聞いてくださってる、でも聞いてよかったね、私大原さんに入れるわ、じゃあちょっと足りない、家族の方にも言ってください、友達にも言ってください、男性にとってこうなんだよということを伝えてください。で、我々は本当に国会議員一人しかいなくて魅力かもしれない、2年国政選挙なんてやってまして、法案一つね、変えれていない、申し訳ないけれどもね、確実に日本の政治に、ね、爪痕は残していると思います。他の国会議員が誰も言わないだろうな、言ってくれないだろうなということを私勇気持って言ってます。でもね、それは本当に皆さんが支えてくれるからです。選挙があるたびにこうやって皆さんが集まって一生懸命やってくれるからです。大原さんみたいな立候補してくれるからです、ね、だから選挙に通ればいいということではなくて、絶対目の前どうするんだと、大原さんに頑張ってもらうんだと、大原さんを応援することで、ね、神を応援するんだ、神を応援することで参政党議員するんだ、参政党議員になることで自分たちの日本の政治が変わるかもしれないというふうに思って、ぜひ皆さんあと残り11時間半発動してください、声掛けをしてください、1人でも2人でも5人でも10人でもできるだけ多い方がいい、ね、皆さんの力ぜひ見てください。こうやって見てると7割なんか女性です。女性の力でぜひ大原陽にもっとですね、あの応援を集めてください、お願いします。男性の皆さんもお願いします。ありがとうございます。この間の日曜日、初日も来ました、今日土曜日です。1週間以内に2回も鹿児島に来たのをこうやって初めて、ね、でもそれぐらい私はこの鹿児島市で大原陽さんが通ることが意味があると思ってるし、ね、鹿児島とか南九州の参政党の動きが変わるきっかけになると思ってるんですよ、いい意味で。だから本当に鹿児島の皆さんの力を貸してほしい、鹿児島の皆さんに応援をしてほしい、ね、そのことを強く強く最後に訴えて、今日はこれで終わりたいと思います。ぜひ大原陽に、ね、皆さんの思いを
みんなでやりましょう、青年愛人、ね、風と共に日本を良くする、そのうねりを鹿児島市から作っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では今日最終日です。今日夜日でも賛成党コールやらせてください。私せーのと言いますので、皆さんで賛成党とご賞をいただければと思います。心の中では大原よ頑張れという思いをね、私じゃなくて大原さんに